流行を予想してみて。どっちが強い？さあ、どうぞ。両者よろしいでしょうか。ただいまから赤コーナー、シンプルファイター対青コーナー豊か会の試合を始めます。レディーファイト。さあ、後ろのちびっこの期待、さあ期待通りシンプルファイターは、ね、青コーナーダウン、赤コーナースリー、待ってワンツー、やはりシンプルファイターのチビ重いですね。スリーファイト、やはりチビだが重量はありそうです。青コーナーダウン、赤コーナースリー、ブレイブレイ、なかなか早い試合展開に、どうしたってワン、やったかの、そうですね、ツー、内藤選手の方を押し寄せて、赤コーナー、今のは組技なので、どうだ、3、1から試合を再開します。ファイト、豊かの方も、まあ、押し寄せとしてられない、早いところを有効な切りたいところですね。ノー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 、青コーナースリー、立ってワン、ツー、スリー、気持ちが強くなかなか冷静な判断が取れないってなってないですよね。こういう意味を含めて、この2点差というのはなかなか大きな差にはなってくるんですよ。どうぞどうぞ、青コーナースリー、そしてワン、ツー、なんか息が起きます。そうですね。スリー、3、1から試合を再開します。まあ、試合中に行ってしまうというのは、逆によくあることですね。たくさんビスが来ますから。どうぞどうぞ、青コーナースリー、ただそのネジは大切なとこだったりする。青コーナー離れて、あとあと正義だったりするっていうのが、ね、はい、プレイ中、まあ、今さほど動きしてもないという。青コーナーダウン、ゲーを終わって勝者、赤コーナー、決まりました。いや、決まりましたね。やはり、やはりこういう